今回はアビスパ福岡の歴史について紹介します。アビスパは1996年から九州で初めての J リーグ参加を果たしますが、低迷が続き4度の J2 降格を経験しました。しかし何度も苦しみながらも這い上がり、2021年から再び J1 の舞台で戦っています。この動画ではそんなアビスパの苦悩と復権の歴史を深掘りしていきます。ぜひ最後までご視聴ください。アビスパ福岡の前身は1982年に創部された中央防犯サッカー部です。中央防犯は静岡県藤枝市を本拠地に置くクラブで、1994年に中央防犯 FC 藤枝ブルックスと改名し、 J リーグ準会員となり JFL で3位の成績を残しました。しかし藤枝市に J リーグの基準を満たすスタジアムが存在しなかったため、1995年から福岡市にホームタウンを移し、福岡ブルックスに改名しました。そして1995年シーズン、 JFL で24勝6敗と圧倒的な成績を残し、翌年からの J リーグ参入を決定させました。その際にチーム名をアビスパ福岡に改称しました。 JFL で圧倒的な成績を残し、満を持して J リーグに参入したアビスパでしたが、 J リーグの壁は厚く、初年度の1996年はわずか9勝にとどまり、16チーム中15位に終わります。参加チームが17チームに増えた翌年の1997年はさらに成績を落とし、わずか7勝の最下位に終わりました。1998年はさらに得失点差も悪化させ、2年連続最下位となり、どん底のシーズンが続きました。1999年から J2 が創設されることもあり、1998年は J1 参入決定戦に参加しましたが、こちらは勝ち上がり、なんとか J1 残留は死守しました。1999年からは下位2チームが J2 へ降格するというレギュレーションになり、これまでの3年で一度も下位2チームを免れたことのなかったアビスパにとって試練のシーズンとなりました。この年はわずかに成績を改善しますが、最終節まで降格の可能性を残すと、最終節横浜マリノスに敗れ、最終的には V ゴールで勝利した浦和レッズとわずか得失点差1の差という、まさに首の皮1枚での残留となりました。2000年、ネストール・オマール・ピッコリが監督に就任すると、厳しいフィジカルトレーニングの成果もあり、徐々に成績が向上。セカンドステージでは6位と健闘し、最終順位も12位にまで上げました。しかしその勢いは続かず、翌年はファーストステージこそ僅差で12位となったものの、セカンドステージも成績を上げることができず、年間15位となり、初の J2 降格となってしまいました。1年での J1 復帰を目指した2002年ですが、J2 降格に伴う運営費縮小により、三浦康俊らベテランや、中原井大輔、山下義輝ら主力が退団したチームは J2 でも苦戦し、12チーム中8位に終わってしまいます。翌年の2003年は、若手を積極的に起用した結果、序盤は低迷しますが、後半戦は好成績を残し、4位にまで順位を上げました。ユニフォームの色をネイビーに変更して迎えた2004年も、後半戦の追い上げにより3位に入り、入れ替え戦に出場しますが、惜しくも柏レイソルに敗れ、J1 復帰は叶いませんでした。それでも、徐々に育成路線が実を結んできたアビスパは、2005年、新加入のグラウシオのリーグ3位の18得点を挙げる活躍もあり、J1 自動昇格圏内の2位に入り、5年ぶりの J1 復帰を決めました。2006年、5年ぶりの J1 での戦いとなったアビスパですが、J1 の壁は厚く、序盤から低迷すると、2003年から若手を育成し、アビスパを J1 昇格へ導いた監督の松田博士を5月であっさり解任します。ワールドカップ中断期間に補強を行い、巻き返しを図りますが、残留圏内の15位、ヴァンフォーレ甲府と大きく引き離され、最終節でセレッソ大阪をかわし、入れ替え戦圏内の16位に入るのがやっとでした。そして、入れ替え戦でヴィッセル神戸にアウェーゴールの差で敗れ、1年での J2 降格となってしまいました。再び J1 復帰を目指し、J2 での戦いとなりましたが、J2 も参加チーム数が徐々に増加していき、J1 復帰への道のりは厳しくなっていきます。2007年は勝ち点73を獲得しながらも、13チーム中7位に終わると、15チームになった2008年は8位、18チームになった2009年は11位に沈み、J1 昇格から遠ざかってしまいます。迎えた2010年、アビスパはベテランを中心に多くの選手との契約を打ち切り、監督の篠田義行を除くコーチ陣も一新してシーズンに臨みます。若手主体となったアビスパは中盤以降調子を上げ、
第25節で昇格を争うジェフ千葉を破り、J1 昇格圏内の3位に浮上すると、そのまま3位を守りきり、5年ぶりの J1 復帰を決めました。5年ぶりの J1 での戦いとなり、今度こそ J1 残留を果たしたいアビスパでしたが、2011年も開幕から9連敗を喫するなど、完全に出遅れ、監督交代後も立て直すことはできず、わずか勝ち点22の17位に終わり、再び1年での J2 降格となってしまいました。特に守備面では、リーグダントツワーストの75失点を奪われるなど、またしても J1 の大きな壁に屈する結果となりました。2012年、1年での J1 復帰を目指すアビスパは、九州にゆかりのある人物で戦う、オール九州の方針を掲げました。しかし、その方針が逆効果となり、序盤から低迷し、J1 自動昇格圏内どころか、プレイオフ圏内の6位もほど遠い18位に終わりました。2013年、2014年も上昇の気配は見られず、2013年は14位、2014年は16位と、昇格よりも2014年に新設された J3 への降格の方が近い順位となってしまいました。この悪い流れを変えたのは、2015年から監督に就任した井原正美でした。井原は3バックを採用し、課題だった守備陣の改善を図ると、これがシーズン開始から少し経った頃にはまり出し、第4節から11戦無敗という快進撃を見せます。夏にはウェリントンを獲得し、攻撃陣も活性化。その後は相手によってフォーメーションを変える柔軟性も見せ、シーズン終盤にも再び11戦無敗でフィニッシュしました。2位のジュビロ磐田に得失点差でわずかに及ばず、惜しくも自動昇格とはなりませんでしたが、 J1 昇格プレーオフでビファーレン長崎に勝利、セレッソ大阪を引き分けで退け、見事5年ぶりの J1 昇格を決めました。井原体制で質のいいサッカーを見せ、今度こそ J1 定着を目指したいアビスパでしたが、2016年は前年守備の要として活躍した中村浩介がレンタル元の柏レイソルに戻り、7月には攻撃の中心であるウェリントンが左膝痛により出場機会を減らすなどの影響もあり、前年の勢いは影を潜めます。ファーストステージ、セカンドステージともにわずか2勝の最下位に終わり、年間順位でもダントツの最下位で J2 降格となってしまいました。これで J リーグ史上最多タイとなる4度目の J2 降格となり、アビスパにとっては不名誉な記録となってしまいました。昇格初年度で降格するのもこれで3度目になり、またも J1 の高い壁に屈することになりました。 J2 降格となったものの、井原は監督を続投し、迎えた2017年は開幕から上位をキープし、第32節までは自動昇格圏内の2位につけます。しかし第33節にビファーレン長崎に抜かれ3位に転落すると、その後一度2位に浮上したものの、第39節にはビファーレン長崎に加えて名古屋グランパスにも抜かれ4位に転落してしまいます。結局このまま4位でシーズンを終え、 J1 昇格プレーオフに回りましたが、決勝で名古屋グランパスに引き分け、規定により惜しくも1年での J1 復帰はなりませんでした。2018年も主力のウェリントンや富安武博などがチームを去った中、好成績を残しましたが、混戦模様となった J1 昇格戦線のチームの中で一番下の7位に終わってしまい、唯一昇格プレーオフにも残ることができませんでした。このシーズンをもってアビスパの J1 昇格に貢献した監督の井原が退任となりました。2019年、体制の変更もあり、前年までの強さは影を潜めたアビスパは開幕から低迷し、前半戦終了時には J3 降格圏内の21位に沈んでしまいます。 J1 昇格どころか J3 降格の危機となったアビスパは、その後も乗り切れないながらも、なんとか降格圏内を脱出し、21位の鹿児島ユナイテッド FC と勝ち点4差の16位でシーズンを終えました。2020年、長谷部茂俊が監督に就任すると、前半戦こそ低迷したものの、中盤からクラブ新記録となる破竹の12連勝を記録するなど、一気に順位を上げ、第41節で J1 昇格を決めました。得失点差で徳島ヴォルティスに及ばず2位となったものの、後半戦の成績は首位、年間で見ても失点数はわずか29という堅い守備陣を中心に、前年の低迷からの脱却を果たしました。奇しくもまた5年ぶりの J1 復帰となった2021年、これまでは全て J1 昇格初年度で降格してきたアビスパですが、この年は違いました。前半戦は J1 でのクラブ新記録となる6連勝を記録するなど好調を維持し、9位で折り返すと、首位の川崎フロンターレにこの年初めての黒星をつけるなど大健闘を見せ、クラブ最高順位の8位でフィニッシュしました。
これまで昇格のたびに J1 の厚い壁に阻まれ、1年で降格してきたアビスパ。ようやく J1 昇格初年度で残留を決めることができました。そればかりか、J1 最高順位を記録する躍進を遂げました。いかがでしたか？ J2 降格を4度経験し、そのうち3回は1年での降格と挫折を繰り返したアビスパですが、ようやく昨年 J1 残留を決めました。ぜひこのまま J1 定着をして、九州のサッカー界を盛り上げてくれることを期待しましょう。